ソーシャルメディアをどう使っていくのか、各プラットフォームをどう使っていったらいいのか、外してはいけないそもそも論、基本的なポイントをもう一度おさらいしたいと思います。私はよくソーシャルメディアの各アカウント、役割を明確にしましょう。どういう目的を持って何のために使うのか明確にすることを提案しています。ただしその時に何のための目的の間違えてしまうと、そもそもソーシャルメディアの基本的な理解から外れてずれてしまうことがあります。見込み客の人に対してブログや YouTube、Twitter などを購入するときにはホームページ、リピート客の人やファンの人との交流をするコミュニティを作るために Facebook を使う。一人のお客様の段階ごとに使うソーシャルメディアを振り分けてしまうというのは非常に危険です。一人のお客様が全てのソーシャルメディアを使っているということはかなり稀です。この考え方でソーシャルメディアを振り分けてしまうと、必ずどこかの段階でお客様が離れてしまうという機会損失を生みます。もし仮に私はミクシーしか使っていませんという方があなたのお客様の中にいた時、そのお客様自体は非常に有料なお客様なんだ、私たちの会社はミクシーには情報発信をしていません、ミクシー上ではお客様とのやり取りをしていませんということになると、そのお客様からしたら非常に不親切な企業になります。そこでお客様が離れてしまう可能性が非常に高まります。私が常日頃ソーシャルメディアでは役割を持たせましょうと、目的を持たせましょう、この目的はここの基準に合わせたものではありません。各ソーシャルメディアには住み分けが起きているからです。 Facebook に住んでいる人もいれば、 Twitter に住んでいる人もいる。ブログなどのウェブサイトはよく見ているけども、 YouTube や Facebook などはあまり見ていませんという方もいます。目的というのはどのようにあなたのオウンドメディアにその見込み客となる人を呼んでくるのか、コンテンツをどういう経路で出していくのか、コンテンツの発信という目線からの使い分けです。決してお客様のステップ、つまり段階ごとの役割を決めましょうということではありません。私が中小企業や零細企業などのウェブ担当者、外部のアドバイザーとしてプロジェクトに参加する場合には、今お話しした話を必ずしています。本来はソーシャルメディアマーケティングというものは全てのソーシャルメディアのアカウントを運営するべきです。各ソーシャルメディアには住んでる人が違うということです。各ソーシャルメディアごとに Facebook なら Facebook、 YouTube なら YouTube、 Twitter なら Twitter の中で見込み客の人に対して出すコンテンツ、さらに購入してもらうためのコンテンツ、または教育をするためのコンテンツ、そしてファンになってもらうためのコンテンツ、ファンと交流をするためのコンテンツといったものを各ソーシャルメディアのプラットフォームで用意しなければいけません。アメリカの企業などでもソーシャルメディアのマーケティングで成功している会社というのは、各プラットフォームでそこに住んでいる人たちに向けてのコンテンツを出すということをしているからです。